どうしゃれおっすということで今日なんですけども、シュープのショーが本日ですね、夜7時半開始ということで、今日はシュープの 21SS ショーの1日という感じでお送りしようかなというふうに思ってます。今日は実は特別にですね、リハーサル、ショーのリハーサルですね、ショーのリハーサルの現場からカメラ回して、回させていただけることになったんで、ショーの、リハーサル、そして、バックステージにも入れるみたいな感じなんで、バックステージにも入っていこうかな。で、ショー見て。で、その後、大木さんとちょっとお話できたな、みたいな。なんか、そういう感じで、そういう、スケジュールですね。で、やっていこうかなと。いうふうに思いますんで、今回もまた、だいぶスペシャルな映像になるのかなというか、コンテンツになるかなと思います。普通にバックステージと、まあバックステージはあったとしても、リハーサルとかもね、あんまり、裏側の話なんで、世の中に出ることはないですから、これまた貴重なコンテンツになるのかなと思いますし、またまた、ショーもね、非常に楽しみでございまして、どんなショーになるんでしょうか。どんなショーになるんでしょうかっていう感じで、ちょっと楽しみにしつつね、います。はい。なのでまあこれから、まずはリハーサルっすね。リハーサルの現場に GO でございます。はい。今からバックステージ行きます。モデルさんたちがフィッティングとか着替えとかされて、ヘアメイクとかちょっとされてる。貴重なバックステージにちょっと今からね潜入しようかなと思います。すごいですね、ちょっと緊張感が。モデルの皆さん、フィッティングされてます。大木さんもいらっしゃいました。ただちょっと今はお仕事されてるんで、後でじっくりお話をお伺いしようかなと思いますけど、すごいっすね。ちょっとやっぱこの音楽がドキドキしてくるな。これ著作権大丈夫かな。モニターっすね。で、こうなってると。こっからモデルさんが行って入ってっていう感じなんですね。ちょっとなんかスモークがたかれてますね。会場ですね。とうとうモデルさんが登場しました。やばい、やばいっすね。びっくりしました。ちょっとね、ちらっとなんか大物がモデルでっていう話はちょっとちらっとね噂に聞いてたんですけど、まさか小松菜奈ちゃんということで、めちゃくちゃ可愛いですね。かつね、まあそのモデルもそうなんですけど、今僕リハ見ていいっすね。なんかライブ感があって、その音楽もあの場でね、アーティストの方がね、その現場で音楽担当して、すごいね、なんかその場でこう作り上げてる感があって、ライブ感があって、めちゃくちゃすげえなみたいな思いました。いや、ちょっとまあもうショーのなんていうんですか、内容は僕はもうリハーサルの時点では、ね、知ってしまったわけですけども、まあ、本番も楽しみにちょっとして、これから、まあ、一応今7時くらいかな、7時くらいなんですけど、まあ、あと30分くらいしたらスタートなんで、本番まであと30分っていう感じで、いや楽
すごいなと思いました、本当に。なんかすごいなと思い、なんかファッションのパワー感じたな、ちょっと。はい、そんな感じです。本番待つのみという感じです。